高知大丸で開かれている個展にはパンドロボーシリーズでおなじみの柴田恵子さんが書き下ろした原画が40点以上展示されています。今回のメインは猫がロックバンドを組んだらという妄想から誕生したその名もトモロック。柴田さんが飼っている2匹の猫トモゾウとロクがモデルです。ライブのグッズのようなマフラータオルに T シャツ、カレンダーなども並びます。トモロック展はあさって日曜日までで、明日あさっては柴田さんが会場に来られるということです。